サチウスが美人が入社した。前の会社でいじりにあったらしかった。同じ部の後輩だったので、不憫に思って、自分としては丁寧に指導した。しばらくすると、その後輩が、私のことを同い年なのに、偉そうでうざいと言っていることが耳に入るようになった。本人に確認すると、真っ青で言い訳もせずに黙ってた。指導も一通り終わっていたので、必要なこと以外は話しかけないようにした。また、しばらくして、突然、社内コンペの担当者に、後輩さんのコンペの会議があるから早く来てくださいと言われた。うちの会社では、入社3年目くらいの新人が応募する社内コンペがあり、入社10年前くらいの先輩がアドバイザーになって参加する。成績優秀だと査定が良くなるので、参加者は気合が入ってる。以前、後輩から、そのコンペに参加したいと言われたが、後輩は、1年目で、私は重要案件を抱えてたので断った。でも、勝手に、私の名前で推薦文を提出して参加していた。多分、私は、お人よしで推し進めれば空気を読むと思ってたんだろう。経緯を説明すると、担当者は驚いて去っていった。参加取りやめにすると思ったら、それでも、同期の新人を、無理やり推薦者にして参加して、当然、コンペも、散々な結果になったらしい。この件で辛くなったのか、結局後輩は退職した。また、次の職場でも、前職は、いじられて退職したことになってるんだろうなと思う。うと定年時、当時、独身の旦那に生活できないから支援しろと泣きついた。旦那、同居されるのよりは、マシとしぶしぶ了承。最初は、年に数回金を送ってた。しかし、別居でも送金受ければ、旦那の扶養に入れる旦那の保険証が使える。何より、きちんと金が入ると気づいたとめ。旦那は、経費として落とすものが何もない。仕送りすれば、私たちは扶養に入れる。息子ちゃんは、扶養者が増えて税金控除が受けられる。息子のために、私たちが扶養に入ってあげましょう。これは息子のためなのよ。とうとに進言。真に受けたうと、旦那の会社に電話。扶養に入れさせた。そして、止め旦那口座を作り、旦那に強制送金させ。まんまと、ウト口座に金が流れる仕組みを作り、旦那会社の保険証を手に入れた。送金の際発生する手数料さえ旦那持ちにさせることは、とめ忘れなかったよ。こうして、わずかな所得税を減らすために、年72万も仕送りすることになってしまった旦那。もう、かれこれ、15年以上、総額は、1000万を超える。日頃から選ぶルート。お前たちに世話なんかなっていない。仕送りは受けているが、それは、お前が、税金控除を受けたいからだろ。俺たちは、お前の扶養になってやっているんだ感謝汁が母。将来は、この家、土地を売り飛ばして、施設に入る。俺たちは、子供に世話をかけない良い親だ。とふんぞり返る。とめ、嫁子さんも、働いておかわいそうに。私は、専業主婦だったから、わからないわ。生活が苦しいなら、別に仕送りしなくてもいいのよ。あなたたちさえ良ければねえ。うふっと、馬鹿にする。その言い草が鼻についた。とうとう、去年の夏休みに帰省したとき切れたよ。うとさんとめさん、何か勘違いされているようですね。私たちうとさんたちを扶養に入れても何にもえしないんです。私たちも苦しいので、仕送りは止めさせていただきます。急ではお困りでしょうから、今年いっぱいで止めさせていただきます。みるみる顔色が変わったうと。引きつる止め。私たちから援助を受けておきながら、世話になってないなんてよく言えますね、と私。すると、アル中の手と、ほっぺたプルプル震わせて。何を言うか。嫁のくせに出しゃばるなぁと。ウトが私の胸ぐらつかんで、
首をグラグラさせた。慌てて止めに入る旦那。もう帰ろうと促した。悔しい私、玄関先でこう言った。仕送り止められて困るなんて言っても知りませんよ。月々10万の年金暮らし、生前生活保護でも受けてくださいな。止め、その必要はありません。蓄えはございますから。その鼻先にバタンとドアを閉めてきた。年末の帰省時、約束通り仕送り止めると旦那が言った。苦虫を潰したような顔で、仕送りはもういい、だが保険証は返さんぞ。それは困る。仕送りがあってこそ俺の扶養に入れるんだ。仕送りを止めれば扶養から外すし、保険証も返してもらう。国保に入れ。いいえ、息子ちゃん大丈夫よ。仕送りしなくてもするふりをすればいいの。保険証は返さなくていいのよ。どうやらこういうことらしい。 A 止めの口座より50万引き出す。 B 旦那の口座に入金。 C 旦那口座から月々6万ウトへ送金。 D ウト口座へプールさせる。 E プール金が50万貯まったら止め口座に戻す。これを毎月繰り返すのよ。これなら仕送りしたように会社も思うでしょ。それにあなたたちも今まで通り税金控除を受けられるのよ。良い案でしょ、と目を潤わせる。うとうなずく。口あんぐりの私たち。仕送りしてないのにあたかもしていたように振る舞い、税金控除を受けるのは脱税ですよ。私たちに脱税しろと。これを言うのが精一杯。あら大丈夫よ、わかりゃしないわ。あまりの展開にその時はすごすごと帰ってきてしまったが、後日ウトより一枚の手紙。そこには念書と書かれた紙が、これからはお前たちは仕送りをしなくてもよいこととする。平成何年何月何日名前 SS 印と書いてあった。その偉そうな態度に腹が立ち、念書を握りつぶして誓ったよ。絶対にウトたちが欲しがる保険証を奪取してやるってね。保険証の奪取方法は意外と簡単だった。脱税はできない会社にもお前たちの企みを話した。親に脱税しろと言われて困っている。警察税務署に相談に行くぞと旦那がウトを脅す。それに追い打ちをかけるように、国保に切り替えるのが心配なんでしょ。お母さん、保険料払わなくちゃいけませんものね。おかわいそうに。なんなら私が保険料払って差し上げますわ。どうぞこちらに払い込み用紙を回してくださいなと、ヒマラヤよりプライド高い止めに言った。あなたの施しなんて受けないわ、と止めが保険証を投げてきた。ウトがまたプルプル震え出したので、そうそうに退散いたしました。それからすぐに保険証は会社に返した。ウトたちは国保に入らなければならない。切り替えるためには旦那会社からの返還証明書っつうのがいるらしい。だけどうっかり会社に証明書頼むのを忘れたよ。また頼んでも別の部署に請求してしまったものだから、証明書は待てど暮らせどこない。その間ウト止め国保に入れず無保険状態。医者にかかるのが趣味のウト止め、どうなってるの、の電話がじゃんじゃんあったが、すべてガチャ切り。医療費は実費で払い、えっつーの。